どうも、キューティクルの山田です。おじゃしゃ、マジ怖っ。処理実習仏殺しか、お前。というわけでですね、今回、ウマヅラビデオ、都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、都市伝説の世界的一軒、ミスター関を呼んでおります。よろしくお願いします。はい、先生。闇佐敵、パンチマン、かっけえな。ハマだか、これは。今回の都市伝説は、インターネットで密かに囁かれる秘密組織、SCP。そこには、たくさんの、殺人を犯す資格が潜んでいる。というわけでですね、今回その、SCP 財団について、触れていきたいと思います。まず SCP というのは SCP 財団として自然法則に反した物品や場所、存在を3000以上も取り扱う架空の組織の名称で、それについての共同創作を行うコミュニティのことを SCP 財団という組織と呼んでるんです。まだ流行ってるんですね。そして、もともとアメリカが発祥のサイトなんだけれども、その秀逸な世界観や、おぞましい恐怖感が、口コミで人気を呼んで、今では日本も含む世界中のボランティアによって、日々新たな SCP の報告事例が作成されてる、まあ、簡単に言うと、作り話なんだ。スカパーのレクかと思ってた。エロ番組しかやってないだろ。そして、研究の優先順位や予算の編成等を考慮した、オブジェクトクラスというのが割り当てられていて、主要なオブジェクトクラスは、危険度が低い順に、政府、ユークリッド、ケテルという3つのクラスに分かれてる。そしてそこには様々なキャラクターが登場して、一番有名なのが SCP-173、別名彫刻オリジナルっていう名前のキャラがいいのね。このキャラクターは海外のシェアワールド、SCP ファウンデーションに登場するモンスターで、このキャラクターのデザインというのは加藤泉という人が無題2004というのを、ケイスケ山本という人物によって撮影されたものらしいの。そして特徴は見た目は鉄筋コンクリート製の不気味な彫刻で、誰かに見つめられている時は動かないけれども、目を離すか瞬きをした瞬間に高速で動いて人間を襲うらしいの。阿部寛さんみたいなルックスとは大違いね。ダビデだろあれは。もう一つは SCP-191 サイボーグの少女というキャラクターが存在するのね。まずヒューマニル、ここで使えるんですね。そういうことも。なるほど。この前限られたね、赤ゴルフの引っ張り出しちゃって。ようやく出番来たな。このキャラクターのオブジェクトクラスは政府と比較的安全なキャラクターで、体の大半を機械に置き換えられたサイボーグの女の子なんだけれども、推定だけど10歳以下らしい。スコロミースコロミーって言った。体の大半が機械化しているために普通の人間以上の視覚や聴覚を持っていて、心肺機能をコントロールできて、痛覚に対して鈍感で、パソコン内の情報をハッキングすることも可能らしい。機械であるために栄養が全く不必要というわけじゃないんだけれども、人間に比べてはるかに栄養はいらないらしいので。ただ一方で喋る能力を失っていて、感染症に対しても弱くて、ホルモンバランスもいい加減だったりと、常に精神的にネガティブなので。その言葉は。そして彼女はもちろん SCP 財団の一員で、財団の調査に対しては非常に協力的で、聞かれるたびに気分はいいというふうに主張するんだけれども、実験のために Wii のゲームディスクを割ってしまった時は、お願いだから怒らないでと謝ったりと、年相応の反応を返すらしい。ガキが舐めてそれすぞ。そこまで言わねえな。もう一つは SCP-1616、 通称カリカリ君というキャラクターが存在するの。このキャラクターは、オブジェクトクラスはケテルということで、非常に危険度の高いキャラクターなのね。そして、見た目はハムスターなんだけれども、このカリカリ君が食物の摂取を開始する際に異常性が現れるらしいのね。そして、カリカリ君が前もって目にした物体を口に含んでいるかのように、目にした瞬間に、頬の片方あるいは両方が膨らむらしいのね。俺だって頭皮カリカリくんだよ。ふけまみれだろ、それは。そして、ほとんどの有機物を目にした際は、それを一瞬にして食い散らかすらしいのね。そして、食われたものは一瞬の出来事で何が起こっているのか全くわからないらしいのよ。そして、SCP 財団の研究時には、D クラスの職員と、このカリカリくん SCP-1616 を合わせた時に、カリカリくんの方が突然肥大化して、何かを食べているような行動を起こした瞬間、この D クラスの職員が目を押さえて苦しみ出したらしいのね。つまり、見た感じは全く食べられてはいないようには見えるんだけれども、このカリカリ君が頬を膨らませた時点で、その部位は食われたという風に神経が反応して、その部位が切断された時と同じような痛みを覚えるっていう、紹介した中のキャラクターでは一番危険なクラスの生き物なんだよ。ってことはリモートコントロールで攻撃ができるってことですか。まあそういうことですよね。つまりその部位に痛みを覚えさせることが可能ってことです。でも嘘なんじゃ。そうなんです。これで終わりだな。